彼岸の日。面会だ、死刑囚真田和樹。この世は地獄だと思ってた、うん、彼女に出会うまでは。面会は全て断ってくれた。面会だ、死刑囚真田和樹。閻魔様と面会だ、死刑囚真田和樹。閻魔、なんか様子変じゃ。この部屋で面会だ、死刑囚さな。は？ただの気絶だ、気にするな。少しやりすぎた。家族を皆殺しし死罪となったのは貴様だな。要は地獄の神閻魔大王だ。返事しろ。家族を殺した死罪人で間違いないな。やばい人かな。逆らわない方が良さそうだ。はい、そうですけど、うん、呆れた。聞いたことくらいあるだろう。嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる。世に嘘は通らぬ。貴様冤罪だな。死罪人はこれで全滅か。あんま言ったな。待って、合ってるよ。僕は殺してない、冤罪なんだ。今まで誰一人信じてくれなかったのに。何者なの。証拠さえあれば再審請求できる。頼みます、協力してくれないかな。たわけが。閻魔の務めを申してみよう。死者を裁判して悪人を地獄に、みたいな。そうだ、要は死者の魂を裁く。真犯人は必ず地獄に送ってやるぞ。案ずるな。罪とはあの世で神が裁くもの。人が下すこの世の裁きなどどうでもよかろう。なんだ、なんだこの惨状は。気絶してる間にあの女の人が。俺は知らんぞ。お前の過失で報告してやる。そんな、僕は誰も殺していない。大好きな家族を殺された第一発見者。それが真実なのに。結局あの人何だったんだろう。看守の様子はおかしいし、冤罪は見抜くし、本物の閻魔大王。いや、まさかな。そもそも地獄があるならこの世だ。ある朝起きたら死刑執行を言い渡される。その日を待つ地獄。貴様の無罪放免が決まった。なんでここに。何でもよかろう。それより無罪だぞ。喜べ。おらおら。そんな何年もかかるものなんだよ。信じられるわけないだろう。見ればわかる。準備しろ、すぐ立つぞ。号外、外号外です。どうぞ。分かっただろう。これくらいなら世には自在だ。本当に協力してくれたんだ。口を慎め。単に興味が湧いてな。少し気が変わった。当分世の息抜きに付き合え。つまらんやつだったら殺す。待てよ、本物なのはもう確定だよね。早う来い。歩くの早っ。出してくれたのは嬉しいけど、地獄の神だぞ。なんで面会に。いや、そもそもこの世に何しに来たんだ。まさか人殺しとか。待って。いらっしゃい。どのお目にする。可愛いと思うけど。お嬢ちゃん、よう食べるね。まだ追加行く。幻覚。まあ、やっと来たか。貴様も食え。お、
彼氏？すごいよこの子。いや、あの、彼…彼氏？薬味かなんかか？何から突っ込めばいいんだ。案ずるな、金ならいくらでもある。突っ込みどころがまた増えた。さっさと食え、貴様のために厳選した味だ。いただきます。あれ、僕今普通のご飯を、どうだ、おいしい。やっぱ幻覚。なぜ顔を背ける。構わず喜びをかみしめればよい。生き生きした様を見てこそ聖者と過ごす醍醐味というもの。そのために貴様を死の定めから救ったのだ。もっと笑え、泣け、怒れ。失った分を取り戻せ。生を投げ出すような魂はつまらん。お待ち。そこのコスプレの嬢ちゃん、うちのがうまいよ、食ってきな。世への指図など万年早いわ。地獄に落とすぞ。彼氏、止めないよ。止めますけど、彼氏じゃないです。そうなの？突っ込めた。エンマは息抜きと称していろんなところに連れて行ってくれた。一緒にいて分かった、彼女は悪い神様じゃない。教えてくれたんだ。この世って本当は、見てみろ、美しいな。現にこの世は美しい。エンマ、いろいろありが…連日付き合わせすぎたな。明日くらいは貴様の好きな場所へ行こう。行きたいところはあるか？ある。実家だよ。事件の後放置されてる。犯人の手がかりがないかと思って、こら、何を。あったぞ。目に見えぬほどだが、確かに汚れの匂いがする。犯人の血痕だ。すごいよエマ。偉そうに。この手がかりがあれば。気をつけろ、聖者は触れただけで死ぬぞ。罪人の魂を焼き払う地獄の豪華だ。魂の汚れは血に宿る。罪人は地獄の拷問にて血を出し尽くし、これを夜が焼いて魂を滅するのだ。まずそう。え、怖っ。じゃなくて、せっかくの手がかりが、もう、問題ない。夜は炎から魂の記憶が読め。かような巡り合わせがあろうとは。何？なんかわかったの？ああ、犯人の名は染井勇気。貴様の家族を殺めたことについては今でもまるで反省していない。いいぞ、その怒りをとくと味わえ。何も聞こえちゃおらん。まったく、これでは礼にならんではないか。おはようございます。8時のニュースです。昨夜未明、市内に住む染井勇気さんが血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。遺体からは舌が抜き取られており、警察は殺人事件と見て捜査を続ける。これで礼になった。真犯人が死んで叫ぶほど喜ぶとはな。え、犯人、死
だ犯人ちゃんと反省してたしてないだろうな。殺させたのはお前だろうとうるさかった。ごめん、意味がよく。そのままだ。世は恨まれているらしい。世が奴を操り貴様の家族を殺させたから。あ世を知らなすぎたな。仏にでも見えたか。この世に来て覚えきれぬほど殺しているぞ。ああそうだ、世の目的を知ったらどんな面を見せてくれる。この世には世の跡継ぎを探しに来た。資材人に会ったのもそのため。才ある者がいれば脱獄させ、大量殺人させる新参であった。さすれば立派な跡継ぎだ。生前大罪を犯した者が後を継ぐ。エンマは大量虐殺犯に課される刑罰だからな。何、10代以上続くよくある伝統だ。殺めた数こそ忘れたが、世も当然その一人。死者と向き合い反省せよと。こちらにある奉仕の刑罰のようなものだ。世はじきに数百年の刑期を終える。だがついに跡継ぎは現れなかった。戦が絶えて久しいからな。そこでこの世で滞在人を作ることにしたのだ。幾十もの人間で試した。ソメイ何がしもその一人だったらしい。みんなたった数人が殺めた程度で魂が拒絶しおったがな。たった話はこんなところだ。息抜きも明日で終わりにしよう。僕の家族、死んだ人たちを、たった貴様といられて楽しかった。案ずるな、金ならいくらでもある。現にこの世は美しい。もっと笑え、泣け、失った分を取り戻せ。おいしい。情けてる。これからも何百人もの人生があいつに壊されるんだ。誰かが大罪を犯すまで。最後はここと決めておった。はよう、今回の貴様は食わぬのか。中身はどうなっている。何も知らないままだったらきっと今日もいい思い出だった。エンマは素敵な神様で恩人だって。でも違った。違ったんだ。無益なことよ。世は神手より人にあらず。さすれば死ぬとでも思ったか。話を聞け。殺してしまうぞ。神の血だって汚れてるよね。貴様。ごめん、許せないんだ。エンマが神としてやったこと。神があの世で人を裁くなら、僕はこの世でお前を裁くよ。もう誰の人生も好きにさせない。つまらんやつだな。そのために自ら生を投げ打ってまで。逃げろ。こっちだよ。神殺しなど史上の大罪だぞ。
それで僕はエンマになった。エンマ様、ここからだと現世が少し見えるんだ。ほらあそこ、はあ、神殺しは大変な滞在だったらしく、僕のケーキはなんと常しえ。心底安心した。これでこの先跡継ぎが必要になることはない。殺される人もその罪を着せられる人も、もう冤罪を生まなくて済むんだ。もうすぐ本日分の裁判ですよ。うん、先行ってて、すぐ行くから。もう、あんたみたいな横暴は誰にもさせないよ、エンマ。さ、行かなきゃ。もう二度と美しいこの世が地獄にならないようにね。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。